はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日はですね、お店のですねオープン前に今撮ってます。これあっちがね、これ気がついたと思うんですけど、向こう側が東なんですよ。ですから朝日が上がってくるんで、結構なんかいつもと画面違うでしょ。明るいでしょ。大丈夫か A さん、大丈夫、状態いい。はい、ありがとうございます。ということで、もうすぐ11時、あと30分ちょっとで開店ですけど、開店前にこうやって撮ってる日もございます。もう今日はね、朝早く起きましてですね、散歩しようと思ったんですけど、今日のこのギターが楽しみで楽しみで、もう早く来てしまいました。さあ今日はですね、今週末お送りしておりますギブソンミニ祭りね、今日はエレキです。レスポールゴールドトップです。これね、まあ、僕はまあ正直言うと僕トラメ派なんですよ。ただね、いろんなお客さんの話聞くとゴールドトップも人気です。今日の答えは2006年のスタンダードです。スタンダードでゴールドトップ、まあそれなりにね、小傷もございます。使用感も若干結構あるんですけども、まあ、ボディートップ綺麗ですよね、すごくね。この当時のスタンダード 60s スタイルネックってなってるんですね。ちょっと細身ですね。いわゆるあのレスポールクラシックと同じ感じなのかな。細かいところこちらのカメラで見てください。どうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。2006年の 60s スタイルネックレスポールスタンダードです。ゴールドトップ、まずボディートップから見ていきましょう。細かいね、ちょっと傷だこがここにちっちゃいのがあります。一番目立つのはここですね。こことここ。わかりますかね。はい。そして、ここにもちっちゃいのがある。あとね、ここ。わかります？これクラックじゃなくて、塗装面の、いわゆるウェザーチックですね。ウェザーチック。で、これがもっと逆にね、もっといっぱい入ってくるとかっこよくなるんですよ。ゴールドトップって。まあ、好みにもよりますけど。これが今、日本産もちょっと入ってるんですね。はい、あとはねすごい綺麗です。金属パーツもくすみそんなないですね。あのエスカッションの止めてるネジは若干のサビっぽく、サビまでいかないのか、くすみがございます。まあ、この辺のね、あのレスポールに限らず、あのピックアップのエスカッションの止めるネジってどうしてもこうなるんで、まあ、気になる方は、ね、Amazon とかで買えますので変えてみてください。フレット、そうですね、残りは 7割ぐらいでしょうか。ローズウッド指板もまずまず綺麗です。そんなヘリはないですね、指板自体は。はい。そしてこちら、はい、60s スタイルネックとなっております。はい、レスポールモデル、ギブソン。ロゴも綺麗に残っています。はい、後ろにしてみます。はい、ペグもまずまずでしょうかね。くすみとか若干くすみあるけど、まあそんなに状態悪くないです。はい、シリアルナンバーから、2006年製と確認できます。はい、ネックも綺麗ですよ。ほら、特に傷だこないですね、ネックに関してはね。さあ、そしてボディバッグなんですけど、なかなかね、多分前のオーナーさん頑張って引いたんですね。細かい打痕傷ございますね、多分こうストラップつけて、ね、これですからね、やっぱガンガン、もしかしたらライブとかもやってたかもしれない。この辺ね、はい、傷ございます。まあ、この辺はあの気になさる方はやめた方がいいかもしれないですけど、まあ普通に全然問題ないと思います。はい、こんな感じね。はい、こっち側も若干ここの後ろですね、やっぱりこの個体小傷は多いのは後ろです。ボディートップはそんなでもないんですよ。はい、それではですね、ケースなんですけども、こちらのギブソンの純正のハードケースです。で、これちょっと確認取れてないんですけど、これ多分これ当時の2006年のこれスタンダードのケースってこれだったんでしょうかね。これちょっとわからないんですけど、まあでも一応ギブソンのケースですけど、ちょっと中開けてみますね。はい、こちらがギブソンの純正ハードケースです。綺麗ですよ、まずまずですね。はい、開けてみます。はい、白い生地です。こんな感じね。書類関係はこれだけですね、これだけ入ってます。はい、じゃあ入れてみます。よいしょ、気をつけながら、よっ、
ぴったりですね、ぴったりですよ、ほら素晴らしい、ゴールドトップ綺麗です。あ、ちなみにね、これ当店入荷した時に一元ここ納豆少し減ってたんで、外注先でこれ新しい納豆です、作り直してもらいました、納豆新品です、よろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか。じゃあ早速ね、音なんですけども、まずフロントからね、おお、やっぱりレスポールの音太いで、このトーンね、フロントでトーン絞るまたいいんですよ、ほら、若い時ね、僕レスポールのこのフロントでトーン絞る音って意味あんのかなと思ってたんですけど、やっぱいいよね、だんだんこういう音も好きになってきました。さあ次はミックスです。お、この辺のミックスって意外ともカッティングバリバリ使えますもんね、ね、すごくいいです。うん、リア、はい、はい、それではね、まずはクランチ、原因はまだ1です、フロント、おー、1でもすごい、センターミックス、気持ちいいなこのセンター、リア、いやもう十分ですね、このクランチ原1で、まあ、そうは言ってもオーバードライブで原3ぐらい上げます。でフロントで、うわーもうすごいわ、もうすげえ、センター、リア、気持ちいいですね。リバーブかけちゃうとどんな感じなの？ちょっとリバーブかけて原因5までいくと、気持ちいいですね。あの僕の世代だとレスポールゴールドトップっていうとやっぱりこの曲ですよね。このこれ気持ちいいですよね。でもあの最近の人、まあ、最近でもないのか、ゴールドトップというともう一人やっぱ思い浮かべるのがやっぱビーズの松本さんですよね。はい、いかがでしょうか。まあそういうわけでいろんなね方がね、世界のトッププロが使ってきたレスポールゴールドトップ、お値段なんですけども、もう最近またまたギブソンレスポールも値段上がってたみたいで、この間ネットで見たら新しいやつがレギュラーラインスタンダードでももう店頭価格も40万ぐらいになっちゃってますもんね。もう本当にだんだんもう本当になかなか手が届かなくなってきてますよね、憧れのギブソンレスポールが。でも大丈夫、中古ならですね、ましてヴィンテージではない、ちょうどいい感じの中古品、今日の答えですとちょうど18年前ですか、いい感じですよね。こちらですとなんとお値段が2006年製です、先ほどの、まあ、本来のスタンダードの
ケースでは多分ないと思うんですけど、まあでも一応ギブソンの純正のハードケースがつきまして、お値段は税込みで19万8000円です。よろしくお願いします。もう本当にね、レスポール好きからするとですね、こういった正直僕もね、さっき言ったようにトラメ派なんですけども、なんかいろいろ将来揃えたい、トラメはトラメ、そしてこういったゴールトップ、あとプレーントップもいいよね、トラメのないやつ、あと塗りつぶしっていうの、黒とかそういうのもいいよね、あとカスタムも欲しいし、まあ、そういうわけでエレキファンといってもレスポールファン多いと思うんですね。レスポールももう1本どころか2本3本4本5本とやっぱり揃えるのは僕もね、いつか揃えてみたいなと思ってますけどね、皆さんはいかがでしょうか。はい、ということで今週末はですね、このまま明日も明後日もギブソンをお送りいたします。明日はどんなギブソンが登場するんでしょうか。明日もぜひご覧ください。本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。